はい、皆さんおはようございます。今日はですね、先週末に、ブリティッシュコロンビア州のビクトリア市というところで、BCATML という、現代語の先生の、あれ、はい、画面変わりましたね。そう、最初に、自己紹介ですが、僕の主な関心は、ソーシャルメディアを通した、自律的な言語の習得にあります。仕事としては日本語、じゃなくて、国際交流基金から、アルバータ州教育省にアドバイザーとして派遣されております。これまでですね、普通の学校とか大学とか国際交流基金のセンターなどで教えてきたことがあります。一応子供が2人いて、第一言語の習得状況も、身近に見てきたことがあります。あとですね、本もいくつか紙の出版とか、Kindle 出版も含めていろいろありまして、今日は左から3番目の異世界転送の用意はいいか、語学教師のための VR 入門という本の内容を中心にご紹介したいと思います。あ、こちらですね。はい。まず、この、スライドの内容はですね、bit.ly スラッシュ BCATMLVR という、こういう、アドレスから、このスライドをご覧になることができます。このスライドから、リンクがですね、たくさん貼ってありますので、リンクを開きたい場合は、このショート URL を Chrome などのブラウザーの、アドレスバーに入力していただいて、スライドをご覧ください。はい、主な すみません。主な内容はですね、まず最初に、その VR ゲームっていうのは役に立つのかという、こと、つまり教育に役に立つのかという話をして、その後に、言葉を教えるのにどういうふうに役に立つのかということですね。で、特に赤い文字で書いてありますが、没入感というのが非常に大事なんですが、これはですね、実際に VR のゴーグルをかぶってもらわないと、もう本当に納得していただくことはできないと思うんですね。で、カンファレンスの時は、参加者が、11人ぐらいしかいなかったんですけど、1人ずつに VR のゴーグルをかぶっていただきました。で、今日はこの動画を通して、この没入感を皆さんに体験していただくことはちょっと難しいので、ここの部分はそれほど中心にはしないでいきたいと思います。はい、で、3番目に、それを実際にどういうふうに授業に、取り入れるかという話をして、どうやって始めるか、そして、質疑応答という形で、プレゼンをしました。ここでは質疑応答はありません。はい、YouTube で一方的に録画しているだけですからね。ただ、コメント欄に質問していただいたら、ご対応したいと思っています。はい、まず最初に、皆さんはですね、VR のヘッドマウントディスプレイ、つまりゴーグルをですね、かぶってみたことがあるでしょうか。で、その場合は、没入感の違いというのが、6DOF というのは、6時の自由というもの、それから、3DOF というのは、3時の自由というものがあるんですけど、それによって没入感が全然違うんですね。どちらだったのかも、振り返っていただければと思います。ですね、右の方が 6DOF ですね。VR の空間の中で周りを見渡すことができて、かつその中で移動もできるのが 6DOF。3DOF っていうのは見渡すことができるけど、ずっと立ちっぱなしとか座りっぱなしでそこから動けないのが、3DOF の方です。で、ここにですね、Twitter でとても分かりやすい図がありますから、ちょっとこれをですね、これをちょっとご紹介したいと思います。はい、非公開、あれ、非公開になっちゃったのか。それは困ったな。あ、じゃあちょっとすみません。今日
ここで見せたい、動画があったんですが、今非公開ですね。あ、じゃあ、承認されたかね。で、僕は承認されてるってことなのか、じゃあ。ログインすれば見えるので、これで、ログインしちゃいましょう。はい。あれ？見れない？見れない。すいません。ちょっと今、この週末は見せることができたんですけど、今は見せることができなくなってしまいました。すいません。まあ、これ、イラスト屋さんの、すいません。イラスト屋さんの、イラストなんですが、要するに、シックスダフだと中にで動くことができるので、もし興味のあるものがあったら、そこに近づいたりすることができるということですね。じゃあ、まず最初に、まあ、とりあえず何でもいいので、ものを勉強するのに VR ゲームは役に立つのかっていうものです。で、これは研究がですね、カリフォルニア大学ロサンゼルス分校の、外科医のトレーニングの、研究なんですけど、それまでの、伝統的な方法に比べて VR というのは、130%もいいという結果が出ています。で、特にですね、これはノレッジオブスペシフィックプロシージャーですね。つまり、特定の手続きっていうのは、まあ、多分外科医のその手術の手続きだと思うんですけど、それに対関する知識という面では、3倍ぐらい、300%ぐらいの、効果があるということですね。これまでの伝統的なやり方に関して。はい。で、全部で平均したら130%、つまり2倍以上の効果があるということになります。じゃあ、まず、そうですね、つまり何かを勉強するのには役に立つことがあるということが分かった上で、じゃあ、言語を勉強するのには、役に立つんだろうかというと、面白い研究が、これはですね、中国語の、語彙習得に関してなんですけど、まあ、外国語としての中国語の語彙習得に関して、こういう研究があります。ですね、まず全体的にその正確性において、優位な差があるということが分かっているんですが、分かったんですけど、その中でも面白いのが、あまり成績の良くない学習者ほど、この VR の、メリットがあるということなんですね。つまり、その成績がいい学習者は、今まで通りの、教科書を中心にした勉強の仕方でも VR と同じぐらい、習得できるのに対して、成績が良くない方の学習者は、教科書ではあまり良くなかったんだけど、VR では覚えることができたという、そういう違いがあるということが明らかになったわけです。はい。じゃあ、日本語ではどうなのかっていうと、これはですね、トレード大学の、山崎香澄先生が、何本も論文を書いていらっしゃいます。で、特に全文公開されているものとしては、このですね、The Effective Use of a 3D Virtual World in a JFL Classroom というのが全文を読むことができます。で、こちらの下の方はですね、用紙だけなんですけど、それでもこのリンクを開くと、用紙だけは読むことができます。まあ、日本語でもいろんなエビデンスがあるわけですね、日本語教育でもね。それではですね、学校で VR を使うとしてですね、皆さんはどんな科目の、先生が最もうまく使っているかというのをと思われるでしょうか。ちょっとここではですね、HTC Vive という、これもその VR のヘッドマウントディスプレイのとても有名なブランドなんですけど、そこのそのプロダクトマネージャーをしていたという、本当にまさにこの業界の中心にいらっしゃるこのリン・チェンさんの発言を聞いてみたいと思います。で、今ですね、僕が自分のヘッドセットでは、この声がどのぐらいの大きさで聞こえるのかがちょっとわからないので、もし、音量が大きすぎたり小さすぎたりしたら、僕はその間喋りませんので、皆さんでご調節をお願いします。330秒ってことは5分30秒ってことですよね。And the beautiful thing about gameplay is games teach you to fail.
dehumanize the user. If used in the right way, it actually teaches you empathy. It allows you to travel the world in, you know, your kitchen or your living room. When I'm talking to teachers that are using VR most successfully, I initially thought they'd be using it to teach science or math, right? Because these are things like you can show, this is what a brain looks like, this is what it looks like when you dissect it. But a lot of teachers told me they were teaching them foreign language and culture studies. And I was really confused, and they told me it's because students are afraid to speak in front of their peers in a language they're not familiar with. They feel awkward. But when they have a VR headset on, they think they're somewhere else. And suddenly they're walking the streets of Paris and speaking French and buying a baguette. And being surrounded by the noises of the street in Paris, they can almost smell it, they feel like they're there, and they understand the culture and language so much better than what they read from in a textbook. What's your perspective on... はい、あの、もし音声が聞こえなかった方がいらっしゃいましたら、いるかもしれないので、ちょっと、要約しておくと、このリン・チェンさんの話では、あの、外国語を教える先生が最もあのうまく、VR を使っているということなんですね。で、その理由としては、あの、VR をつけてないとちょっとあの恥ずかしかったり、みんなその外国語を使わない人たち、学生さんはみんなあれですよね。まあ、日本人の場合は、あの、日本の学校の場合は、まあ、英語を喋らない普通の日本人の日本人ばっかりという環境の中にいるんですけど、 VR をかぶるとそれがいきなりあのそういう目標言語を喋る世界の中に入ることができるので、まあそういう違和感とかなくそういう世界に入ることができるということですね。話すようになるということです、はい。じゃあ実際にですね、どのような、例があるかということをこの語学の教育の中でご紹介してみたいと思います。最初にご紹介するのは InMassMe という、企業なんですけど、これはですね、1人あの40ドルで1年間使うことができるという有料のサービスなんですね。で、これを、これもですね、僕が喋るよりもこの、ご本人に喋っていただいた方がいいと思うので、ちょっと URL、ビデオを再生してみたいと思います。なおですね、こうやってビデオを、僕の動画の中で他の人が作ったビデオをご紹介するのは、日本の著作権ではもしかしたら問題があるかもしれませんが、僕が今住んでいるカナダの著作権法の中では確か29条だったと思いますが、フェアディーリングという規定があって、それにはあの合法的なものだと僕は認識しております、はい。ではちょっと再生しますね、はい。Yes, so my name is Scott Cardwell. I'm the CEO and co-founder of ImmerseMe. ImmerseMe is a virtual reality-based language learning tool. What we're trying to do is help people learn languages, and by learning a language, you know, you're able to communicate, and to communicate, you can interact with people from all over the world. And the idea is if we can connect communities and have people interacting and engaging with each other,breaks down barriers, it breaks down perceptions. So ImmerseMe uses 360 degree videos of real locations around the world. So we went and filmed in like Paris, Berlin, Rome, Beijing, and you get dropped into a situation in the 360 video and there's someone there talking to you. Bonjour, je voudrais du pain, s'il vous plaît. Une baguette? So we launched in July 2017, and we now have 20,000 students that have been registered for the program. And so we've got a lot of feedback from them, which is awesome. Currently, we provide content for 9 languages, French, German, Spanish, Italian, Greek,Chinese, Japanese, Indonesian, and English. Efficient and effective use of their time.
is the challenge. はい。ですね、今このビデオの中で出てきたのは、360度ビデオという種類のもので、最初にご紹介した、3DOF の方ですね。ビデオの中では動けないんですけど、でも面白いのはやっぱり音声認識が入っていて、その場でそれに映っている人に話しかけるというような活動ができるということですね。確か9言語が9つあったと思いますが、その中には日本語も入っていました。で、皆さんお気づきだったと思いますが、このビデオの中では、ラップトップですね、ラップトップでこの VR を使っていました。ただここの、この会社のホームページを見ると、今年の後半にはもうVR ヘッドマウントディスプレイで、いくつかの、実は僕が持っているオキュラスクエストという、ヘッドマウントディスプレイではこれまだ使えないんですけど、オキュラス GO とかですね、いくつかのヘッドマウントディスプレイ、Click on this guy and then listen to them. At this,、はい、you can go to the next language that you want to learn. The app will show you some sentences that you could use, and then you simply click on record and you say the word or the sentence, and then the app will recognize what you said. And if it understood you, you can go to the next scene. So this is pretty interesting. 他にございませんか?So here already started, and now on the right, I can see my options and I can listen to them. At this moment, I try to listen to this one here. Toilet paper をもっとください。 So then I had to repeat it. And before I could do that, I had to press click on this guy. And then I said, Toilet paper をもっとください。 Which for obvious reasons was a success.もちろんです。まだ問題がありますか? So when you point to the Japanese, you will also see what it means in English. So you can read up what are you actually saying. はい、今ご覧にいただけたようにですね、これは VR 空間の中で、でしかも先ほどの360度動画とは違ってですね、これはポリゴンとかそういうもので作られた300、VR 空間の中で、このルームサービスの人に対して日本語で話しかける。まずルームサービスの人が何か質問してくるので、でそれに対する選択、答えの選択肢がここにいくつか出てくるので、自分の好きなものを選ぶと。で選ぶと、モデルの文がネイティブが発音している音声が流れるので、それを聞いて、かつ英語の意味も下に書いてありますから。で意味も分かった上で、この人をクリックすると音声認識が起動されるので、それで実際に自分で言ってみると。でそれがきちんと音声認識されたら、この人がその、言った内容に応じて、反応してくれるということになっているわけですね。はい、はい。で3つ目、これが最後の例ですけど、3つ目の例としては、これはですね、仙台育英高校の、例なんですけど、仙台育英高校の、発表によるとですね、公教育の世界では世界で初めて、実際に相手がいる VR を、語学教育に応用する例だと言っています。で、さっきのモンドリーというのは、ここで、さっき見ていたこの人とか、あるいはルームサービスの人というのは実際の人間ではなくて、あくまでもプログラミングに過ぎないわけですね。ですがこの
この中に出てくるあのこれはインマースミーとは違うインマースという別の企業なんですけど、このインマースがあの作っている、アプリでは実際の人間とこの中で話すことができるんですね。トレーナーが中にいて、そのトレーナーが、この仙台育英高校の、高校生の話を聞いてそれに対応するわけです。ちょっとこのビデオを、お見せしたいと思います。 Welcome to Immerse, home of the world's first virtual reality language training platform, connecting language learners with language instructors live in realistic virtual environments to cultivate productive fluency.No matter the context or learning outcome, our team of linguists, instructional designers, and VR engineers can deliver VR language training courses customized to your specific needs. Everyone has a purpose in mind when learning a new language, so why wait to put your skills into practice? Contact the Immerse team to begin your bespoke VR language training today.ですね、今ご覧になったように、VR 空間の中に、ラーナーというその学習者とは別に、トレーナーというアバターがいましたよね。でこのトレーナーがその、ただのポリゴンではなくて、実際にはあのこの向こうに多分アメリカにいるんだと思うんですが、語学の先生がそこにいて、会話ができるというそういう感じなんだと思います。はい。はい、じゃあですね、ここからが、メインのところなんですけど、どうしてそれが語学に役に立つのかということをちょっとお話ししてみたいと思います。まあメインといってもですね、実際のこの、インマシブネスっていうのはちょっと今日は実際のカンファレンスの時はプレゼンではこれが、メインだったんですけど、ちょっとここは飛ばしたいと思います。なんでかっていうと、画面を通した動画では皆さんに体感していただくことができないわけですね。はい、じゃあですね、まずでも理由の一つとしてはその没入感が非常に、没入感というものがあって、それがこの VR が非常にですね、その体験を印象的にしてくれるので、それで、忘れないっていうことがあるんですね。で2番目は体の動きと、一致しているということです。ちょっとですね、まあ、これも実際にご紹介しますが、日本語にすると運動感覚的言語学習というものですね。でこれの中でも一番有名なのは TPR というものです。TPR は、まあ、日本語教師の方だったら皆さんご存知だと思いますが、トータルフィジカルリスポンスという、言葉の略で、インストラクターがその言語で指示したら、その学習者は、言語では反応しないで体の動きで反応するという、そういうものです。で、一番大事なことはですね、 TPR で一番大事なのは、話すことつまり、まあ、実際にはこう聞いた言葉ですけど、話された言葉と自分の体の動きの間に、まあ、神経的なつながりを作ることであるというわけなんです。でこれがどうしてそれが大事なのかというとですね、例えば、どうしての前に、もう一つ別の例として、日本では空書きっていうのがありますよね、空書き。ここでは、すみません、これリンク元をちょっと見せるの忘れていたので、ちょっと開きますけど、大島小学校っていう、学校の、ところからこれはご紹介しています。この写真を大きくしているところですね。はい、先生がこれを実際にこういうふうに手を動かすと、こちら の子どもたちも実際に手をこちらに動かす、右の方に動かすというわけですね。でか体を大きく動かせば動かすほどよく覚えるというふうに言われています。でこれがですね、例えば
お願いしますとかごめんなさいとかっていう時には日本人はよくこういう、動作をしますし、それからですね、ありがとうございますって言ってからやっぱりお辞儀をするのが普通ですよね。で、例えば電話先、電話で相手が見えない、相手がこちらのことを見えないということが分かっていても、もう自然に体が動いてありがとうございますっていう時はもうお辞儀をしたりしてしまいます。で、それだけもう密接に、体の動きと、言語っていうのは、結びついているわけですね。で、ただですね、問題は、これまでですね、コンピューターは人の体の動きっていうのを、インプットするのがとても難しかったんです。で、今までゲーム機とかは、こういう左側に見えているようなボタン式のゲーム機でしたし、パソコンはキーボードとマウスとかそういう感じでしたよね。ところが VR の場合は、このヘッドマウントディスプレイの動きとか手に持っているコントローラーの動きを、もう本当にダイレクトにコンピューターが認識することができるわけです。ですので、この体の動きを言語学習に結びつけることが VR で、初めてでもないですけど、例えばマイクロソフトのキネクトっていう、機能もそういうのがあったりしましたけど、しかし、今までのこういうゲームコントローラーとかキーボードやマウスに比べるとかなり直接的に体の動きを、パソコンが認識することができるようになったわけですね。パソコンというかコンピューターがですね。はい。で、ここでちょっと一つ大事な概念のところに、モバイルVR ヘッドセット、あるいはスタンドアローン VR ヘッドセットっていうのがあります。これが、これはですね、頭の、ケーブルとかがないんですね。なので、この実際の体の動きを、語学学習に結びつけるときには、僕はこちら、この、スタンドアローンの VR ヘッドセットが出てきたのは非常に大きなことだと思っています。で、中でもですね、この Oculus Quest っていうのは、それまでのその3ドフとは違って6ドフなんですよね。つまりそのケーブルがなくて、かつ、VR 空間の中で自由に移動することができる、体の動きに合わせて。ですので、例えばですね、これはロンドン大学の、オンラインコース、バーチャルリアリティ入門というオンラインコースの中でも、この Oculus Quest っていうのは、ハイエンド VR であり、かつモバイルであると。でそれは非常に大きなブレイクスルーであって、この VR 業界に対して大きなインパクトをもたらすであろうというふうに、書いてありますね。はい。で、じゃあ実際にこの、モバイルの、VR で体を動かしているのが認識されているのが、もういろんなゲームでそれはできるんですけど、一つの分かりやすい例として、この太極拳の例をご紹介したいと思います。これは太極拳の練習の VR なんですけど、この奥の方にですね、先生がいて、その先生の言う通りに、かつこの、それを見ながら自分で動くわけです。で、今ここに小さく見えているのが、この、プレイヤーの手がミラーになって映ってるんですね。で、時々ですね、手前に大きく自分の手が映ることもありますけど、そういう感じで、自分の体の動きがダイレクトに入力できるというわけです。はい。じゃあですね、これが実際に本当に効果があるのっていうのを実際に検証した研究があります。で、これはですね、マサチューセッツ工科大学の相川貴子さんをはじめとする、何人かの研究者が書いた論文で、ワードインモーション、動きの中の言葉、運動感覚的言語学習、すみません、仮想現実における運動感覚的言語学習という論文ですね。で、この論文によると、57人が参加した、実験で、このですね、つまり、
その場ですぐ覚えているかどうかっていうことを調査したら実はそれほど良くなかったんですが、1週間後にですね、1週間経ってからどのぐらい定着しているかを見てみたら、実は例えば言葉と言葉を対応した語彙リストとかで勉強した学生さんよりも VR で体を動かして覚えた、そういう学生さんの方が定着、1週間後の定着率の方が高かったというわけです。つまり本当に頭で覚えるんではなくて体で覚えるという感じだと思いますね。実際にこの、環境を動画で、ご紹介しているものがありますので、ちょっとご紹介したい、お見せしたいと思います、はい、これ音声出るかちょっと分かりません、微妙なので、はい。はい、今ご覧になったようにですね、例えば塩をかけるときにはその動作と一緒にスプリンクルっていう言葉が出てきましたし、鍋に入れるときはドロップっていう言葉が出てきましたよね。こういうふうに体の動きと同時に言葉を覚えると、そういうことをすると定着率がいいということが、この研究で分かったわけです、はい、でこれはですね、空書きと似ているんですけど、空書きと何が違うかっていうと、そのフィードバックされるので、ここまだ書いてませんよとか、そういうのをコンピューターが教えてくれるわけです。ちょっとこれも実際の例を見てみたいと思います。今のところちょっと確認できたかと思いますけど、この、好きっていう感じのこれの次のこの角ですよね。この角の下の最後に跳ねるところがこの学習者は跳ねていなかったので、それが、まだ書いていませんよという意味で赤いところが消えていませんでした。で、まあ、つまりこれシステムとしてはまず赤い文字が出て、それをなぞると白くなるわけですよね。で、だけどここの最後の羽のところはこの学習者がやらなかったので、まだですよという指示が出ていたので、それをもう一回ちゃんと跳ねたというところがあります。ちょっともう一回見てみましょうか、このところね、はい、このところですね、はい。はい、今の分かったでしょうかね。まあ、こんな感じで普通の空書きの場合はこういうふうに、誰もそれをモニターしていないので、ちゃんと書いているかどうかを、確認できないんですけど、それが VR だとちゃんと体の動きが入力されるので、フィードバックができるというわけですね、はいはい、で中でもですね、もうゲームとしてこれ TPR になっているなというのがいくつかありますので、ちょっとこれを、ご紹介したいと思います。これはジョブシミュレーターという、ゲームで、実際にそのゲームの中で体を動かして、例えば上司とか顧客に言われたことを、そういう指示を受けて実際にその動作をするという、そういうものです。ごめんなさい、行きます。
Hello, human. Welcome to an accurate simulation of office worker. Time to jump. This looks like it'll taste interesting. This is the engine, Tony. Don't take it. Delicious. はい、今、まあ、ご覧になれたかと思いますが、こういう上司とか、あるいは同僚の方に何かをやってくださいと言われたら、その実際にそのものを動かしたり、するわけですね。で、仕事としては、オフィスワーカーと自動車整備士と、調理師と、あともう一個、すみません、ちょっと覚えてないんですけど、4種類の仕事が体験できるようになっています。はい、で、これはですね、まあ、TPR というか、言葉でのフィードバックもするんですけど、インフォメーションギャップを使った、本当にコミュニケーティブアプローチっぽいことができるVR ゲームもあります。まず最初にですね、こちらをちょっとご紹介してみたいと思います。Alright, we have a symbol module. Backward C with a dot, swirly pigtail, O with a line, and H with a hook. Backward D two dots, O with line. Backward C dot, pigtail, done. Alright, yellow button this.はい、これ見るだけだとよく分からないかもしれませんが、この VR をつけている人とは別に紙の資料を見ている友達が右側のソファに座っていたのが見えたと思います。で、この人が見えているのはどんな世界なのかというのをちょっとこちらで、ご紹介したいと思います。はい、これはですね、その Keep Talking and Nobody Explodes というゲームなんですね。つまり爆弾処理班の、シミュレーションみたいなものなんです。で、こちらがその現場にいる爆弾処理班の人なんですが、その爆弾に関する知識があまりないので、遠くにいる、人と、まあ、電話か何かで話しながら、自分の状況を説明して、そういう自分がどういう種類の爆弾を、扱っているのかを説明すると、その専門家の人がああしろこうしろというふうに言ってくるので、そうするその指示に従って爆弾を解除するというわけですね。で、もう本当に皆さん日本語教師の方でしたらお分かりかと思いますが、本当にインフォメーションギャップを、利用した、コミュニカティブアプローチの方法になっています。で、かつこの人にとっては言われたことを、体で、なんですかね、対応するので TPR っぽい、ところもあるわけですね、はい。まあ、ただ厳密に言うとこの人は言葉で実際説明しているので、 目に見えているものですね、言葉でも説明しているので厳密な意味では TPR ではありませんけど、はい、はい。で、これは3つ目の理由はソーシャル VR です。3つ目の理由というのはどうしてVR ゲームがその言語習得に役に立つのかという理由、3つご紹介しますが、3番目の理由はソーシャル VR ですね、はい。で、これはですね、一番右側にいるこの緑色 の、 和服を着ているアバターは実は僕なんですね。 V サインしているのも僕が VR 空間の中で、VR をしています。 V サインをしています、はい。で、こういうイベントはもう本当にたくさんあります。毎日たくさんあります。で、実際にその現場をご紹介したいと思います。この YouTube 動画をアップロードしたのは韓国人で日本語を勉強している人なんですが、そこに、この小さいのは日本人で韓国語が上手な人がやってくるというところですね。はい、あれ、間違っちゃった。すいません。再生できない。はい。たっちゃん。こんばんは。僕見に来たか？そうそうそう。ああ、ありがとう。で、今、なんかトレンド読んでたから。お、トレンド読んだの？面白いやつ。誰かな？楽しみな。あ、うん。あ、テンケイさんですか？タンキ。あ、タンキさんですか？
あ、こんばんは。あ、はんにょ。お、韓国の方でしたか。あ、イルボンサランや。おや、うまい、うまい。こんばんは、こんばんは。お、あ、マジ日本の方ですか。信じられん。もうイルボンのチャラで、あ、진짜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 일본일본사람이야아닌것같은데왓츠왓츠한국인같은데야아아니고아래한국어에다한국어아래난다난다나니チャブサイト。いや、いや、こいつ絶対韓国人だよ。はい、今ちょっと見てもらいましたけど、とっても楽しそうですよね。実際にこうやって社交の場として、国籍の違う人たちがお互いの言語を使いながら、交流することができるわけです。で、これがですね、スカイプとか、ズームクラウドミーティングと、全く違うところは、こういうテレビ電話とかはですね、やっぱり相手が画面の向こうにいるという感じがとてもするんですけど、VR の場合は本当に没入感がとても高いので、実際に同じ場所にいるという感覚がする。これがですね、本当に大きく違うところではないかと思います。はい、で、ソーシャル VR っていうのは実はですね、さっきみたいにおしゃべりをするだけではなくて、いろんなゲームをですね、プレイしたりすることもできます。They're getting five star grades and it's making me crippling depression. Not bad. Osteoporosis. I have osteoporosis. When I die slowly. Oh, it was almost hit you. はい、まあこんな感じで、グループで VR 空間の中で一緒にドッジボールなどのゲームを楽しむことができるわけなんですね。はい、なので、まあ、それもですね体を動かした交流ができるということもスカイプとか、Zoom クラウドミーティングとはまた違うところだと思います。はい、でこの中でも一番、有名なのがレックルームという無料のアプリなんですけど、まあ、これはちょっとですね、すみません、時間が押してきているので、この再生は省きたいと思います。ご興味のある方はスライドからこれを開いてみてください。はい、それでですね、僕も含めて、VR の中ではアバターを使わなければいけないので、それに違和感を感じる人が多くいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。ただ、それでもですね、アバターというのは日々進化しているので、ここで2016年のものと今年のものを、比較してみたいと思います。これはデモなので、まだ実際にこれが市販されているアプリの中で使えているわけではないです。この後の2019年のやつですね。はい、じゃあまず2016年のやつをのデモをちょっと見せたいと思います。We're in virtual reality right here at Oculus Connect. Hey guys, how's it going? Hey Mark, good to see you. Hey Mark. You guys too, you know, your avatars look a lot better than the last time that you showed me. Yeah, we actually have faces now and bodies and we even look like ourselves. Yeah, you know, even though you're cartoons, it's pretty amazing that our minds can just automatically understand the facial expression, so I can understand what you're feeling right now. Right. So we can actually make eye contact. Our mouths move when we talk, so we know who's speaking in the room. I can even make expressions. I can smile. I can look surprised. はい、まあこういうふうにですね、3年前の時点では、VR の中で笑ったり驚いたりする顔の表情が再現できるということだけで、なん
まあ、注目に値するデモに値する段階だったんですね。だけどまだかなり漫画チックな、全然リアルじゃないわけですよね。でこれではちょっと参加しにくいなと思う人も、まだいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、今年の段階はどうかというのをちょっとご紹介してみたいと思います。597秒ってことはだいたい10分ってことですよね。10分のところまで行ってみます。 I am excited to announce that early next year we're launching hand tracking on Quest. You can see Yasser and Danny wearing headsets in the real world video in the corners. The faces in the center are avatars. And again, they're animated in real time entirely from cameras in the headset. Well, what can your face do? Well, I've always hoped you would ask me that question. So, I have some pretty good like, mouth movement. How about your eyes? Do you look left, right, up, down? Yeah, I'm surprised. はい、まあ、こんな感じで今ですね、中央に見えているのは実際の顔ではなくて、VR 内で再現されるアバターなんですね。で実際にはユーザーはこういうVR ゴーグルを着用しているんですが、それでもですね、3年前の漫画チックなものに比べたらはるかに、リアルな、アバターが再現できているのではないかと思います。もう僕の場合でしたらもうこれなら、全然違和感なく他の人と、話ができるんじゃないかなと。少なくともああいう漫画チックでこんなの自分じゃないからちょっと参加しにくいなという感じは全くない、段階まで来ていると思います。はい、はい、じゃあ実際にですね、これを事業の中で応用するアイデアを3つぐらいご紹介したいと思います。もうこれは皆さんの、お好きな事業スタイルによっていろんなやり方があるとは思いますが、ここでは僕の関心に沿って3つをご紹介しますね。一つはまず最初にもう教科書と同じように使うというわけです。今日ご紹介したモンドリーとかインマースとか、あるいはインマースミーとかですね、そういうアプリ最初にご紹介しましたが、そういうものを使えば普通に教科書と同じように勉強できると思います。で2番目はですね、まずコンテンツを、まあ、コンテンツベースラングウェイジティーチングみたいな形でコンテンツに沿って、語学を勉強する。例えば日本の、英語のですね、学習者の方には、東京クロノスっていうVR のゲームがあるので、ちょっとこれをご紹介したいと思います。なんでこれをご紹介するかというと、これは英語でも日本語でも、プレイできるんですね。はい、ここでは英語の例ですけど、もちろん海外の、まあ、中級後半ぐらいの学習者だったら、日本語でこのコンテンツを楽しむこともできます。またちょっと待って、ちなみに手前にこういう人が出てますが、これはゲームの中の人ではなくて、この YouTube の YouTuber の、姿ですね。はい、HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Go, and PSVR. Unofficially, it works on the Climax 2.Tokyo Chronos is a VR visual novel with a mystery murder theme from one of the producers of Sword Art Online. There is some mild violence, but no adult themes, as is common in this type of game. For those who have not heard of visual novels before, they are basically a mixed media novel. The focus is on reading the story, which sometimes has choices and multiple endings. はい、今、すみません。この YouTuber の声でちょっと聞こえなかったかもしれませんが、これのキャラクターがですね、実際の音声で喋、ったり、あるいはそのこれビジュアルノベル小説なので、その小説の字の部分はもう本当に 空中にですね、こういうふうに浮かんできてそれを読むという、形になっていますね。まあ、実を言うと僕もですね、今英語で読んでるんですけど、ここからいくつか知らない単語をピックアップして勉強したりっていうことにはできていますね。はい、なので CBLT、コンテンツベースランゲージティーチングとしても非常に役に立つんじゃないかと思います。ただ、レベルとしては、まあ、初級ではちょっとまだ難しすぎると思います。はい、で3つ目は、やっぱりさっき VR、ソーシャル VR なんですけど、これはですね、もう一緒にそのチームを組んで、ゲームをプレイできるというのが非常に面白いんじゃないかと思います。で今ご紹介したいのは、ですね、クエスト4ゴールデントロフィーっていう、
そういうあのレックルームの中の、ゲームなんですけど、これは4人で1つのチームを組まないとプレーできないんですね。なので、例えばここにあの2人のカナダ人と2人の日本人とか、あるいはもし中国を教えている先生だったら、2人のカナダ人と2人の中国人とかですね。まあ、こんな感じでチームを組んで、これをプレイしてみるといいと思います。ちょっと310秒というところまで、ところから再生してみたいと思いますね。ちなみにこの人は、この VR 関係の、YouTuber では多分一番登録数が多い人だと思います。Well, hello there, and welcome back to this brand new... They're good. Yeah. Oh, there we go. Don't worry, here we go. Oh, ho, ho. The Fellowship okay. of Germany. Let's go. Yes, so the epic quest for the Golden Trophy starts righty-tighty here. Ooh. Well, the first few waves aren't that bad, or levels. So, I don't know. Ben is a pro gamer. Yeah? A little bit pro. He's a pro German gamer? German pro gamer. Ah, yes. From the German Pro League Gaming. I know him. I saw him on television before. I saw him on Pro 7, you know? He's like really famous. Yes. He's the most famous guy in Germany. When he goes on the streets, everyone is waving at him. Oh, I can see my shadow. This is so spooky. Ooh. Cool beans. Let's go in here. Act 2. I just skipped the first one. I didn't even play it. You guys are doing everything here. Ooh, this is intense, man. Especially when you are standing behind a group. Oh, no. Well, I'm going for it. Uh-oh. Ooh, this is crazy. Oh, no, what? He disarmed me. Help. Shoot him. Ouch. No, that wasn't really smart. There we go. Thank you. はい、今ですね、ご覧になって分かったかと思いますけど、ピンチになって、例えばもう武器を奪われてしまってですね、助けてくれって言っている途中に、もう武器がないから、このプレイヤーの人をやられちゃうんですね、ゲームの中で死んでしまうんですけど、でもそこに別の人が来て、ハイタッチすると、生き返ることができるんですね。まあ、こういう仕組みがあるので、とても簡単に、友達になることができます。で、この人も、まあ、最初から見ていればご覧になれば分かると思うんですけど、このドイツ人の人と、ここで初めて会っているんですよね。なので、まあ、ここでも国境を越えた、多分近く、この YouTuber はアメリカ人だったと思うんですけど、違うかな。アメリカ人とそのドイツ人が一緒に、ゲームをして、助け合っているというところがここでも見えるんじゃないかと思います。なので一緒にプレイするので皆さんの学生さんがその目標言語の話者と友達になることが簡単にできるわけですね。はい、でこういうその VR イベントっていうのも結構あってですね、これは Google サイトで、VR チャットイベントというのを開くと、一覧がカレンダーで一覧が見ることができます。で、この、BCATML のカンファレンスがあったのが10月26日だったんで、これを貼り付けてるんですけど、この1日だけで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう20個以上の、VR チャットがあるわけですね。はい、なので、でここにはでさっき僕が最初に緑色の和服を着て V サインをしている写真を写しましたけど、それもですね、この中の一つです。確か一番最後の、今日も一日生き延びて偉いっていう、そういう集会でした。もう本当に皆さんとてもいい人ばっかりで、僕もですね、そんな VR の中で、ベテランプレイヤーっていうわけでは全然ないので、もういろんなことを初歩的なことから教えてもらうことができました。大変ありがたく思っています。はい、じゃあ実際のどういうふうに始めればいいかということなんですけど、もうこれはですね、まずその、実際にたくさん体験してみる、ご自分でたくさん体験してみるということがとてもいいと思います。で、カンファレンスはビクトリアであったので、で近くのバンクーバーとですね、2つ合わせて、どういうところでこれが体験できるかというのをご紹介しました。ちなみにここにですね、ブレイクアウト VR っていうのが載っているんですけど、これはですね、エドモントンにも支社があって、僕もですね、ここのエドモントンの、ブレイクアウト VR には何回も
行って、ここで、あ、これはすごいな、もしかしたら世界変わるんじゃないかみたいなことを、実感した覚えがあります。でまあ、ここはまあ英語のリソースばっかりなんですけど、あのリンクが貼ってありますので、あのスライドから開きたい、あのご興味ある方は開いてみてください。あと本としてはこれですね、Experience on Demand っていうのが、これは日本語訳も出ています。あの VR 心理学っていう確かタイトルだったと思いますね。VR は脳をどう変えるか、というタイトル、あ、すみません、仮想現実心理学だったかな、ちょっとすみません忘れましたが、心理学っていう言葉がタイトルに入っていました。はい、はい、で、まあ、Q&A はちょっとここはあの録画しているだけなので皆さんの質問受けることができませんが、YouTube のコメント欄に何か質問書いていただけたら僕でも分かる範囲で、ご回答できればと思います。はい、まあ、このあのクエスチョネア、アンケートはすみません、もう閉じてしまっています。なので、すみません、ここに皆さんが回答することはできません。はい。で、ご興味がある方は、まあ、Twitter ではあのミドゴンパパという名前であのやってますし、Facebook でもあの公式ページ作ってますし、まあ、メールはほとんど読んでませんけど、あのまあ、メールがいいという方、あの返事が遅れてもよければあの、こちらにご連絡いただければと思います。はい。では、僕の発表としては以上です。ここで録画を、終了させていただきたいと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。